はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、また栃木県の方に来ておりまして、今回ね訪れたお店、今ね僕の後ろに見えております、ひろたさんというねお店に伺っております。でこちらなんですけれども、お店の方がおっしゃっている SK という、まあ、新しいねラーメンのジャンルでして、白飯に合うラーメンということで、もうね写真見る限り油もりもり、野菜もりもりでね、めちゃめちゃうまそうなんで、本日はね、まあ、レギュラーで販売しているラーメンを2種で、まぜそばが1種に、つけ麺が1種と、こちらね、計4種類を食べていこうと思っております。それではね、もう営業の方始まっておりますので、早速ね店内に入って食べていこうと思います。それでは、いただきます。ありがとうございます。すいません。めちゃめちゃうまいですね。で、また、本当に、ちゃんと本当に GK じゃなく SK って感じで、ド乳化なのにちゃんと醤油が効いてて、めちゃめちゃうまいですね。汗かく時期とか、本当食いたくなりますね、こういう系は。で、本当にやっぱ東北系って感じです、この醤油の効き方とかが。そうですね。だから、まだ浸透してないですけどね。めっちゃうまいな。はい、はい、ありがとうございます。そしたら2杯ですね。いただきます。
うまかった。よいしょ。痛い匂いしますね。いやでもうまそう。よし、うまいですね。体足んなければ切ってください。ありがとうございます。ラーメンの時はあんだけ前にいた醤油がすげえ後ろに下がりましたね。唐辛子バーンっていきますね。うまい。でもThank you.
使ってるのってカツオ粉ですか？魚粉はカツオ系の。めちゃめちゃうまいですね。すごい効いてて、うまいなと思って。新春屋本店からのオリジナルで。あ、だしと甘みがちょうどそこが良くて。そうですね。うまい。食べたことないタイプのつけ麺ですね。そうですね。ないですね。その感じのつけ麺。うん、パンパンにさせていただきました。すごいですね。